ニュースをお伝えします。敬愛する金正恩総書記がラオス人民革命党中央委員会書記長のラオス人民民主共和国主席に返礼を送りました。返礼は次の通りです。ビエンチャン、ラオス人民革命党中央委員会書記長、ラオス人民民主共和国主席トンルンシスリット同志。私は書記長同志が祖孫労働党創立76周年に際して温かい祝賀と祝福の挨拶を送り、第8回党大会の決定実行のため励んでいる祖孫労働党と祖孫人民に励ましの言葉と支持を送ったことに深い謝意を表します。私はこの機会を借りてラオス人民革命党の導きのもとに第11回党大会の決定実行のために奮闘しているラオス人民に全面的な支持を送り、党を強化し富栄える社会主義国を打ち立てるための書記長同志の重責の活動でのさらなる成果を心から祈ります。合わせて両党両国間の伝統的な友好協力関係が一層深まるものと確信します。祖孫労働党総書記、祖孫民主主義人民共和国国務委員長金正恩、基地110年2021年10月14日平壌。敬愛する金正恩総書記がシリアアラブ共和国大統領に返礼を送りました。返礼は次の通りです。ダマスカス、シリアアラブ共和国大統領バッシャール・アサド閣下。私はあなたが祖孫労働党創立76周年に際して熱烈な祝賀を送ったことに深い謝意を表します。私はこの機会を借りて国の自主権を守るため励んでいるバースアラブ社会党とシリア人民により大きな成果があることを祈り、両党両国間の友好と団結協力の絆が一層強まるものと確信します。祖孫労働党総書記、祖孫民主主義人民共和国国務委員長金正恩、基地110年2021年10月14日平壌。祖孫労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、祖孫民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会チェ・リョンヘ委員長が、テドンガン電気工場と平壌326電線総合工場の実態を現地で把握しました。チェ委員長は各工場を見て、共和国政府の施政方針の実行で管理職の責任と役割を一層高め、経済建設に必要な原料と資材、設備を十分生産して供給するため、現存の生産工程の近代化と能力拡張に傾注することを強調しました。現地での協議会では、党が示した整備戦略、補強戦略を推進するとともに、人民経済計画はすなわち国家の法であることを従業員に認識させ、順法寄付を確立するための活動をいろいろな形と方法で着実に行うことが協議されました。偉大なキム・イルソン主席の打倒帝国主義同盟結成95周年記念青年中央芸能宣伝隊の公演、高く掲げよう東道の旗が15日青年中央会館で行われました。祖孫労働党中央委員会リードーソン部長、青年同盟中央委員会ムンチョル委員長、祖孫労働党平壌市委員会ホンチョルチン書記、青年同盟の活動家と平壌市内の青年学生が講演を鑑賞しました。講演では詩の朗唱偉大な勝利の旗印、男性独唱同志愛の歌、不朽の名作ふるさとを思う歌のハーモニカ四重奏と歌、カブト民族器楽重奏、祖孫式が世の中で一番など多彩な演目が披露されました。在中国祖孫人が祖孫労働党創立76周年を有意義に記念しました。10日在中国祖孫人総連合会チェイスボン第一副議長をはじめ総連合会の人たちが新義駐在祖孫総領事館にある偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正日総書記を描いた美術作品に花籠を捧げ敬意を表しました。基
林陸軍中学校にある金日成主席の銅像に、在中国朝鮮人総連合会、在中国朝鮮人女性協会、吉林地区協会吉林市支部、中国に住む抗日革命闘争にゆかりのあるファン・ペクハさんの遺族、吉林地区協会ホン・ヨンスン副会長家族名義の花籠が捧げられました。在中国朝鮮人青年協会、在中国朝鮮人女性協会、遼寧地区協会担当市支部の人たちが、関東駐在朝鮮代表部にある太陽のように明るく微笑む金日成主席と金正日総書記の写真に花籠を捧げました。9日、ペクキョンヒョン中南地区協会会長をはじめ、協会と北京市支部の人たちが中国駐在朝鮮大使館を訪れ、太陽のように明るく微笑む主席と総書記の写真に花籠を捧げました。朝鮮労働党創立76周年を迎え、在中国朝鮮人総連合会が記念の座談会を持ちました。在中国朝鮮人総連合会チェイスボン第一副議長など総連合会の人、在中国朝鮮人実業家連合会副会長、遼寧地区協会の人たちと新業市の公民がこれに参加しました。ついで参加者は朝鮮劇映画忘れ得ぬ日々を深い感動の中見ました。在中国朝鮮人総連合会中南地区協会、牡丹江地区協会寧安市支部、延辺地区協会でも記念の集い写真展が行われました。一方、6日、在中国朝鮮人総連合会チャーサンボ副議長が談話を発表しました。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。歌、切なる思いをご紹介しましょう。切なる思い、リー・ヘジョン作詞、リム・グムソン作曲のこの歌は、父105年、2016年に生まれました。自分の指導者を心から信じて忠誠を尽くす、朝鮮人民の清らかな思いを表している歌です。常に敬愛する金正恩総書記への切なる思いで胸を燃やしている朝鮮人民、総書記の導きに忠実に従おうとの朝鮮人民の思いが素朴な詩語でリアル感たっぷりと歌詞に込められています。叙情的で胸がキュンとなるメロディーは歌詞の内容を強くアップさせています。ではチョンボン楽団の歌でお聴きください。Thank you.
歌、切なる思いをご紹介しました。歌、青い空と空飛鶴さん。諸村には祖国愛を歌う歌がたくさんあります。その中には青い空という歌もあります。75年、1986年に出たこの歌は、キム・イルソン賞を受けたクーヒツォルさんが歌詞を書いたものです。他の創作家と同様、クーさんも故郷を愛し、祖国を熱く愛した詩人でした。クーさんは歌詞、ピョンヤン一番良いとこ、叙情詩、ミョヒャンさんの淀川つじ、祖国の大地に夜が更けてもなど、愛嬌心と祖国愛を歌った数編の作品を手掛けました。ある年の共和国創建記念日のことです。クーさんは空高く翻る国旗を眺めていました。青い空に共和国の尊厳を象徴して翻る旗を眺めて、クーさんはこう思いました。日帝の植民地支配下で苦しんでいた時期、偉大なキム・イルソン主席が手に武器を取って、厳しい抗日革命闘争を繰り広げて取り戻した我が国の青い空。帝国主義者の侵略戦争の戦軍も覆えなかったあの青い空は、不正室の偉人たちの導きのもとに光を放っているのではないか。クーさんはこの思いを歌詞に託しました。これまではそれほど強く感じなかった祖国の青い空に対する美しい思い出、希望に満ちた明日への確信、社会主義制度のこの国が一番で、祖国と永遠に運命を共にしようとの諸村人民の固い意志がそのまま歌詞になりました。こうして青い空の歌詞が生まれました。花咲く故郷の丘、駆け回り遊んだあの頃、ああ青く澄んだあの空が僕だけのものだと信じていた。歌は生まれ育った故郷の山河への愛情と祖国の青い空に対する誇りのような具体的な思想感情を、屈曲ありながらも穏やかなメロディーで感銘深く表しています。歌、青い空は、諸村人民に祖国愛と明るい未来への確信を持たせ、今も広く歌われています。歌、青い空と空飛鶴さんについてお話ししました。